スタイルシリーズ P-07B はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末であるドコモスタイルシリーズの端末5色のカラーバリエーションを用意し N-06B と K-08B のように基本機能に特化した価格を抑えたモデルで基本機能だけを求めるユーザーや楽々本シリーズに 抵抗のある年配のユーザーをターゲットとしている。このため GPS 装置やファリサは非搭載で唯一搭載しているのはワンセグとアイコンシェルのみである。また発売当時の新サービスであるアイバディームにも同様に対応していない。背面にはクリスタルパネルを配しシンプルでありながらも上質感を演出。また手に優しくフィットする。 ラウンドフォルムやパナソニック製のドコモ形態では、おなじみの片手で開くワンプッシュオープンボタンを備え、九州大学の共同開発による人間工学に基づき、押しやすく数字や文字を大きくしたボタンレアウトを採用するなど、使いやすさやわかりやすさに配慮している。背面のクリスタルパネルの部分には約0.8インチの有機 EL サブディスプレイを備えており、 本体を閉じると時々、イルミネーションと連動して、模様を表示して、気分を楽しませてくれる、ハッピーイルミネーションにも対応している。有効画素数約510万画素のメインカメラは、顔オートフォーカスやデジタル手ブレ補正、薄暗い場所でも、撮影可能な最大 ISO1600 相当の、高感度撮影にも対応。また二人の顔を検出し、顔の距離が近づくと、 自動撮影するラブシャッターや設定した顔を検出するとセルフタイマーが作動して約3秒後に撮影するグループシャッターを搭載している。その他超解像技術により小さなサイズの画像をきれいに拡大、補正したり、暗部補正により暗く映った部分を明るく補正することもできるほか、ブログ投稿に最適な正方形の画像サイズ、 480、480での撮影にも対応している。その他、ディスプレイの照明設定や明るさなど9項目から設定することで、電池の消費を抑え、使用時間を最大約34%アップできるエコモードを搭載。エコモードは5キーの長押しにより、ワンタッチで設定や解除ができる。また、電池残量に応じて、自動的にエコモードに移行して、 消費電力を抑える、オート、エコモードの設定も可能。シャベるに対応。インカメラがないため、相手の顔を見ながら自画像を送信することはできない。以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。上記のアプリのほかドコモマーケットなどから様々なアプリケーションをダウンロードし利用することが可能となる。2010年12月8日に、 以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2014年2月6日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。